紅白県は台湾の台北市出身の元プロ野球選手、宇藤右内。2004年8月に開催されたアテネオリンピックの野球チャイニーズ台北代表に選出された。2007年6月28日、国立台湾体育学院から2005年にトロントブルージェイズに入団。2006年開幕前の3月に開催された第1回。 ワールドベースボールクラシックのチャイニーズ台北代表に選出されている。オフの11月から12月にかけて開催された、同ハアジア競技大会の野球チャイニーズ台北代表に選出された。同大会では優勝を果たした。2008年に退団。2009年開幕前の3月に開催された第2回 WBC のチャイニーズ台北代表に選出され、 二大会連続二度目の選出を果たした。同年から中華職業棒玉大連盟のラニューベアーズでプレーした。2013年から台湾中華職業棒玉大連盟の兄弟エレファンツでプレーした。2015年限りで現役を引退した。時速1 5 0トル近いストレートと大きく変化するカーブを武器とする。主にリリーフとして活躍している。 ありがとうございます。